こんにちはリフームの達人プロデューサー山さんですあ、皆さんこんにちは、えー、ファミレス営業マンのまねちゃんです新しい営業マンファミレスもあるんですね <laughs> ちょっとファミレスリフォームしようかと思ってですねはい。ちょっとあのー、先にアイスコーヒーも一緒に持ってきてほしいって言ってるんですけど忘れてるのかなありますありますあの結構 山さんはビールと食事は一緒がいいのになんかビールだけ先に来ちゃう。ビールだけで飲めないよってね。ほんで、ちょうど飲みたくなったなんかお好み焼きだった時、あれこれまたビールっていう形になりますが、<laughs> 抜けがちなものってありますよね。いや、あれだけ言ってたのにオーダーする時にそもそも通ってるのって、そんなことってありますよね。まさに今日はそういった時にどうやってリカバリーするのか。とっても多い質問。見切り剤、キッチンパネル、後付け。 コーキングにされちゃった。見切りザーっと見つけるときどうしたらいいのキッチンパネルのね、そのエンドの見切りなんて抜けることないんですよ。絶対一番最後はエンド見切りだから。だけど、その、例えばその入り済みですよね。コーナーのコンロのところ、シンク側のところ。ここって結構抜けがち。あとは付き合わせだったりね。あそこはコーキングの方がいいんじゃないのと思ってる。でも、私、見切りが良かったんです。そんなとき、後から付け、いや、あの、差し込まないといけないから、このトラブル。 ある方法で解消できるかも。お知らせです。リオナビライブラリー4つのカテゴリー見るべき動画の順番、LINE 登録してぜひトップ画面に入れてくださいね。チェックシートブック、続々と、まさにこれ使わないのもったいないですよ。いくらの工事ですか一つのミスが大きなあなたの公開、うん、失敗にならないために、こちらぜひダウンロードして書くことが大切ですよね。チェックチェックです。リオナビライブラリーこちらポチッと押して、この内容からぜひチェック。 してくださいでは今日のテーマ「キッチンパネル入り口入り積み入り積み」もう本当入り積みだけですよねこんだけすごく皆さんがあの抜けがちであれだけ言ってるのに「いや私も」ってねで見切り座わで抜けていた場合、うん、ゆっこさんから頂きましたコンロ脇のキッチンパネル幅が9 0センチのはずがわざわざタイルのところのこの黄色い7 5センチに切られて。 切る必要ないののに貼ってあるの発見いや、本当にもう山さん言う通り、印つけておけばよかったってね、舞ちゃん、これ、はい、本当、多いですよね。もうこれ、めちゃめちゃあるあるですよ、この写真は、最終的に90に貼った写真ですかねもちろんすぐにおかしいんじゃないのと<ー>いうことで、うん、その黄色から赤のその幅がいっぱいいっぱい、えー、一杯一杯90センチに貼り替えてもらいました。 ってことは、結局どうしたかというと、本来貼るべきだった、あのコンロの前の正面、ここ。これをこっち側に持ってきました。正面のキッチンパネルは、後からでも貼れる。後からでも貼れる。そちらの分を回してもらいました。あ、まあ、じゃあ分かりました。これ、うちのミスなんで、うん、ちょっと、あの、2週間後にもう一回サイド入りますんで、正面は後から貼らせてください。ということだったんです。で、まい、あ、ちゃん、ここでちょっと山さん疑問が。入り済み、どうする見切り。 入入れれれるああ本当だ、うん、差しし込むででょそうすすね剥がすのこれ1回入れたやつ無理です、ね、パネルにしたのでコーナーの見切りのこともしつこくお願いして話したつもりだけどなんとなんと手配品物がない手配してないと言われいや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 正面のパネルを貼るときにこれも一緒につけてもらいますいやちょっとねプンプンですよねせっかく言うに。<laughs> プンプンね 今日のテーマはこれ、入り墨コーナーの見切り材が抜けていた。つまり、見切り剤、ジョイナーですよね。入れ墨ジョイナー、後付け、どうすれば。だから宝だったらね、だからは見切り材のその L 字のやつって、パネル貼った後にポーンと L の金物ポチンとコーナーに入れるだけだから、後で OK だけど、普通のキッチンパネル差し込むじゃないですか。入れ墨。こ、はい、れが問題。これ見てください。一番上は、そのキッチンパネルの付き合わせ。 ヒラめジと呼ばれるやつね。あれも一応、なんかこう、えー、工具のこうみたいな感じ、えカタカタのえみたいに差し込む形、右と左。で、一般的に誰もが使うのがエンド、コンロ横、張り伸ばし。まさにこれが、こういう形で差し込んで一番最後。で、厚みがまあ6ミリとかあったら残りの部分クロスだったりしますよね。で、出墨は、出墨はああいう感じ、ちょっと複雑。 ね、うん、なんかちょっと、うん、これどうなってるの洗濯バサミみたいな感じに差し込んで、なるほど、こうやって使うわけですね。おで、これ、入り墨み用はこんな感じ。ちょっとなんかまた変わってませんこんな感じで。はいはいはい。こんなちょっと、あの、フックみたいな感じになってますね、これね。これセラー。うん。でも、これも、 まあどうなんでしょうちゃんとこれ使ってくれるのかこの後見ていきましょう。後日取り付けどうなったレポートいただきましたよ。お入りましたね。おってゅですね。山さん、こんにちは。キッチンパネルの工事、無事終わりました。いいじゃないですか。こんな感じで綺麗にね。 予定通りシックな感じ。色は端っこの見切りと同じシルバーと言っていましたが、なんか光の加減が白っぽいです。あ、ちょっと仕上げが違う。メーカーが違うのかな動画で見た感じではなく、三角形の形をはめ込んだ感じ慣れれば気にならないかなって。山さん自体は、その宝のような、ああいう後付けの見切り材をペタッとくっつけるのかなと思ったんですよ。上から。でもちょっとなんか動画と見た感じじゃなく、<あ>動画の見た感じだったら L 字になるから、ですけどまっすぐ。だから、こう、わかります 普通だったら入り済みは90度だけど、90度のところがペタッと開いたのようになって曲がってる。とりあえず、無事終了してよかったです。だからのは動画であったように、L 字でペタッでしたけど、これはどう見ても L 字じゃなく、山さん、さっきに見えます。あ、確かに。うんうん。どんなんか、ね、なと思うでしょ、前ちゃん。なるほどね。さっきの図、 あの3つ並んでた図は L 字になってましたっけ、一番下は。ね、だからあれだったら差し込んでやるから、ね、うんうん、どうなんだろうと思ったんですけどで、これはエンドのところ、仕上げが若干違いますよ、だからこれ、メーカーのクリーナップなんじゃないんだって、営業さんにお話を聞きました、取り付けた見切りは、三角じゃなく、T 字、T 字なんですよ。<お>だからあそこにね 例えばこれね、いいなと思った今回パネル正面つけたけど、例えば入りみでコーキングで仕上げてるとすると、まえちゃん、あそこ、コーキング切っちゃえばいいじゃないですか、入りみの時、もし切れるんだったら。はいはいで。そこにピッて差し込んで、差し込む。あ、まあコーティング固まる前に差し込んじゃえば、そのまま固まるんですかね。うん,うん、安定するのかな。あ<ー>、うん、あ、までも施工終あって、例えば、えっ、ー、と、ミニキョ工事で後から見に行った時にも、T 字だったらコーキング切って、差し込むっていうこと可能でしょ、これだったら。そうですね、はいはい。 クリーナップのものではないけれど、パネルの色と厚さに合わせて選んだそうです。おまけ写真、マグネットといえば、んマグネットといえば、コンロのところなんかありますよこちら。ニトリマグネット、鍋豚ラック、ちょい置きに便利です。マグネットパネル、どんどん進化して皆さん活用されてますね。こんな感じで、キッチンタイマーもあります。素敵。 入り住みコーナー後付け T 字見切り材でなんとかこちら無事解決いたしましたももっと暮らししを楽しもうチェッッククシートブックです各種チェックシートショールームチェックシート工事チェックシートこの辺に書いてあるんですよね是非こちらの方をそのメーカーと、えー、ショールームに行った時そして現場の打ち合わせ ぜひこちら活用してシェアしてください。大切な業者選び、リホナビがサポート。これもどしどし毎日こちらの方、えー、オーダーいただいております。えー、一人一人に合う一社をリホナビが選ぶ安心の業者おし、えー。お申し込み、3ステップですよ。カルテにまず必要事項を記入してください。そしてヒアリング、詳細な希望を聞きにして、えー、あなたに合った業者、一社をおつなぎさせていただいております。リホナビ、リホナビ画面、こちらの方、もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックです。まずはコンドこちらを読んで いただくもしくはタイトルのところポチッと押して LINE で気軽に聞いてみようこちらぜひ、えー、皆さんの、えー、お役に立つそんな内容をどしどし配信しておりますということで今日お届けしたのはキッチンパネル入り済みいやコーキングでした抜けてた麻衣、ま、ちゃんいかがだったでしょうか後付けそうです、ね、あの後付けが T 字でもねしっかりあの固定できるんだなっていうのが分かったのとあとは TOTO の,のショールーム行った時 だけちょっと覚えてるんですけどやっぱり入り墨はやっぱり90度じゃなくてああいう三角形になってましたよねあの吹、ー、きやすいようにあの90度よりあっちの方がお手入れしやすいなと思っていいなと思いましたねなるほどなるほどさっきのアイガのやつだとちょっとなんか L 字に形になってるから確かにこういうふうに三角形というかビュッとねうん。 確かにそういったところも入るなんていいかもしれません。はい、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。えー、多くの方から質問があった後でする場合、剥がさないといけない。コンデさンんにできないって言われたけど、どうしたらいいの問題リホトモさんがまさに解決してくれました。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。続々ビフォーアフター待ってます。あなたの、えー、記念になる動画を作りさせていただきますね。シェアしてください。